おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー。はい、今回のテーマはこちら。ジャストファイブガイズと上村優也にある違和感の正体、ジャストファイブガイズはどうなる。イエーイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画も緊急で撮っておりますという形なんですけど、10.9 両国大会、今終了しまして、速攻これ動画回してるんですけども、まずジャストファイブガイズの X の正体が上村選手、上村優也選手だということが分かりましたよねっていう中で、まあ、X ね、それこそ X、元 Twitter の中で、私もそういった、つぶやきさせていただいたんですけれども、概ね、好反応っていうところでしたよねという中で、まあ、第一試合、見事自身の若手時代の必殺技であるカンヌキスープレックスを決めて勝利、して、そして、メインの IWGP 戦も見事、ランバージャックマッチね、大変苦戦する中でありながらも、上村選手の活躍含め、真田選手の防衛に大きく貢献したんじゃないかなって思うんですけれども、ここでちょっと私タイトルでも言わせてもらった通り、違和感をちょっと感じたんですよ。それどこかというと、真田選手がマイク締めしましたよねとさ、マイク締めして、金色がプシューがあって、で、いつものメンバーで、真田選手は肩車するじゃないですか。肩車して。で、二人が、太一選手と高選手が肩車して、同期選手が後ろで佐野選手を支えるっていう側だったんですけど、その中に、その輪の中に、上村選手が入ってなかったんですよ。僕ちょっとそのつぶやき、ちょっとね、語らせてもらったんですけど、ん?と思ったんですね。それ。これ本当になんかおかしいなと思って、ちょっとこれ僕読ませていただくと、ジャストファイブガイズのみんなが、真田を肩車する中、上村優也だけがその輪に入ってなかった。それどころか最後も一人だけ浮かない顔をしていた。この振る舞いが意味するものとはっていう形で、あえてね、ちょっと疑問提起、系のちょっとつぶやきをさせていただいたんですけど、ここで浮かない顔をしてたっていうのはバックステージの上村選手の表情のことなんですけれども、うん、これぜひね、アベマで振り返りで見れるのかな?で、多分、ワールドでも多分、ね、何日か経てば見れる日が来るのかな?わかんないですけど、なんかすごく、真田選手を肩車してる表情、そこに対して、上村選手がちょっと遅れてみんなについていくような感じなんですよ。明らかに一線を引いてるというか、普通だったらユニットに入ったばっかりだとしたら、そのユニットに馴染んでいこう、馴染んでいこう、って普通振る舞うじゃないですか。でもそうじゃなくて、一つそこになんかすごくよく言えば緊張感というのがあったし、壁を感じたんですね。まあ自分自身やっぱり上村選手が若手の頃からもね、知ってますので、やっぱり他のメンバーと比べてキャリアがめちゃめちゃ違うじゃないですか。ね。だから、そういった先輩方ばかりの中に、一人まだね、凱旋帰国したとはいえ、若手の選手が入ってますので、そこでの一つ壁、距離感を感じてる部分っていうのも、きっとあるんじゃないかとか、あとはやっぱり凱旋帰国したばかりで、やっぱ緊張してる部分もあるんじゃないかっていうのはね、当然そういった部分はある上で、なんかすごくそこに違和感を感じたんですね。そして肩車終わった後、全員で横一列になって、まあシャッター、チャンスを与えてるわけじゃないですか。カメラマンの皆さんに対して。その時の上村選手の表情も、なんかちょっとね、曇ってたような、うん、僕は、風に見えました。その表情というのが。で、まあこれ、でバックステージに帰って、で、そうそう。バックステージに帰ってからなんですけど、これ今僕撮ってる時は、まだ公式サイトにアップされてないので、ちゃんとしたことはあれなんですけどね。少なくとも、アベマで、バックステージのコメントを言ってる限りでいくと、やっぱり上村選手としては、ジャストファイブガイズに加入する条件として、やっぱり世界ヘビー、同じユニットであっても、世界ヘビーを俺は狙っていきますよ。そして自分は世界一のレスラーになるんだっていうことを胸に凱旋帰国してる部分があるので、きっとね、ジャストファイブガイズに入るってこと自体も一番最初は二つ返事で OK してないはずなんですよ、絶対的に。なぜかというと、そのユニットの中に世界ヘビーのチャンピオンがいるから、現時点でね、真田選手がいるから、
それは自分はと。自分はやっぱり IWGP 世界ヘビー級チャンピオンになりたい、世界一のレスラーになりたいって目標があるので、通常であればチャンピオンが今在籍するユニットに入るわけはないんですよ。普通であればね。だってもう凱旋帰国して、もう帰ってきたからってやっぱものすごい勢いがつきますんで、その勢いのままにベルト挑戦まで本当はしたいはずなんですよね。でも同じユニットでいるからこそ、なかなかチャンピオンとの戦う理由であったり、戦う条件っていうのをなかなかそこまで持ち込めることがないと思うんですよね。上村選手も今日おっしゃってましたけど、自分自身実績をしっかり積んで真田選手の持つ世界ヘビーに挑戦したいですっていう形で、今日バックステージのコメントとして上村選手締めてたんじゃないかなっていうふうに思ったりもしたんですけど、うん、でもやっぱりその常にね、同じユニットの中にあの世界ヘビーを、まあ自分自身のね、あの首を狙ってくる選手がいるっていう環境って、決して僕は悪くないなっていうふうに思うんですよね。うん。だからこれ、ちょっと誤解を恐れずに言うと、なんというか、やっぱり金丸選手がジャストファイブガイズを抜けた時の理由って、やっぱりファンに媚びたような、ああいった空気感っていうのがもう本当に嫌だったみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。抜けた間際の時って。うん。で、それって、まあ、ジャストファイブガイズファンとか、太一選手ファン、同期選手ファンなどなど、サナ選手ファンとかね、そういった方々が、見る分にはやっぱり、リング上とは違う、まあ、緩やかな表情であったり、そういった緩やかな性格とかキャラクターっていうのを、やっぱり太一選手の YouTube 上でも、しっかりと見ることができるし、新日チャンピオンとかでも、やっぱりその、いろいろユニークな一面っていうのがね、わかる部分あるじゃないですか。だから、リング上との表情、リング上の表情とは違う一面っていうところで、我々ファンを楽しませてくれようとしてるっていうのが、ひょっとしたら本意なのかもしんないですけど、やっぱりそれ自体、ね、やっぱどちらかというと、ジャストファイブガイズがユニット化、ジャストフォーガイズから始まって、ジャストファイブガイズにユニット化されてから、そういう一面がすごくクローズアップされがちな瞬間ってありましたよね。やっぱり太一選手もね、しょっちゅう YouTube やってますので、まあこれは決して悪いことじゃないですよ。やってまして、そこでやっぱり自分自身の意見であるとか、自分のユニットのリング上では喋れない、バックステージは喋れない、まあ言葉とか思いっていうのを発信できる場っていうのを設けてると思うので、それはいいと思うんですが、やっぱりそこだけがね、クローズアップされちゃうと、やっぱりその緊張感がないユニットというか、そういう風に見えてしまう、感じてしまう場合もあるんじゃないかなっていう風に僕は、ちょっと思ったんですね。でも、ここで上村優也選手が入ってきてくれることに、ジャストファイブガイズにね、入ってきてくれることにより、常に自分自身が狙われる立場。ね、これは世界ヘビーだけじゃないですよ。上村選手は実績を積んで、真田選手の持つ世界ヘビーに挑戦したいって言ったんで、実績をしっかり作るためには、ね、このジャストファイブガイズのやっぱりリーダーである、太一選手の首っていうのをまず奪って、ね。で、それを引っ提げて、真田選手の前に立つっていう可能性もあるわけじゃないですか。だって、まあ、言うても上村選手、凱旋帰国したばかりで、これからが楽しみな選手っていうのはあると思うんですけども、やっぱり、まだ新日本の中の格っていうところでは、太一選手が多分上だと思うし、太一選手も今、KOPW 落としてますが、ね、多分、翔選手とのリマッチっていうのを組んでいって、決してこのままで終わる男ではないって僕は思うんでね、太一選手のことを。うん。だと思うので、そういったところでは、もう本当にバランス感の話なんですけど、これまで通り、まあ、ファンのみんなには、そういったリング上、プロレスの外の表情として見せれる場も提供しつつ、ユニークな面も提供しつつ、きっちりとそういった、何かあれば、俺は戦うぜっていう、ピリッと一味効いた緊張感のあるユニットになれるチャンスもあるんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですよ。上村選手の加入により。だから、今回ちょっとね、こういうちょっと疑問提起的な僕は、ツイートというか、ポストしちゃった部分あるんですけど、どちらかというと、そういった不穏、ジャストファイブガイズを抜ける抜けない、裏切る裏切らないというよりは、やっぱりそういう一員、トップを、本当の意味で、トップを上を狙うギラギラした選手が加入したことで生まれた緊張感っていうのがその違和感の正体なんじゃないかなっ
っていうふうに私は今結論付けておりますというところです。まあ実際上村選手も若手の頃に真田選手のようなテクニックのある選手になりたいっていうコメントをねしてる時期もあったので、だから今上村選手としてもやっぱり今新日本プロレスのトップのベルトを取ってる真田選手の元で学べることっていうのも絶対ねたくさんあると思うので、実績を積む、世界ヘビーのベルトに向かう実績を積むっていううちの一つには真田選手の元でよりテクニックを磨いていくっていうのもきっとあるんじゃないかなっていうのを僕は思って、決して頼まれたから入ったっていうだけではなく、上村選手側からしてもしっかりジャストファイブガイズに入るメリットを感じたからユニット加入を決めたんじゃないかなっていうふうに私は思っておりますというところですね。まあ実際もね、ジャストファイブガイズってこれまで元鈴木軍メンバーがほとんどっていう中だったんで、やっぱりどうしても良くも悪くも和気あいあいっていう雰囲気あったじゃないですか。で、まあそこにやっぱり一石を投じるメンバーが加入したっていうことに関して、ジャストファイブガイズっていうユニットが今後ね、新生ジャストファイブガイズとなってもう一つ上に登っていけるユニットになれる可能性を秘めたんじゃないかなっていうふうに私は思ったので、この動画を撮らせていただきました。ぜひね、皆さんもこの違和感っていうところに気づかれた方きっと多いと思いますので、皆様の考える今後のジャストファイブガイズ、今後の上村選手についてね、下のコメント欄までどしどしとお寄せいただければと思っております。というわけで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。ぜひ皆様のご意見も聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見ご感想をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマについても随時募集させていただいておりますので、この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてどう思いますかみたいなことを投げていただければ、ちょっとお時間いただくかもですけども、形にしてお届けしたいと思っておりますので、皆様こちらもよろしくお願いします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらをポチポチと押していただきまして、これからもこの動画を楽しみにしていただければと思っております。はい、というわけでお届けしましたのは、妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。皆さん、これからもよろしくお願いいたします。バイバイー。